明治記念大磯庭園は明治150年関連施策の一環として旧伊藤博文邸など明治期の立憲政治の確立などに関する歴史的遺産の保全及び活用を図るものです。今回はその区域の一部をご紹介します。こちらが大隈重信公別邸跡になります。明治30年1897年創建になります。増改築補修は施されておりますがほぼ当時のままの姿を残しております。お庭なんですが非常になだらかな形で作られております。重信公当時右足を切断する大怪我を負っていた状態で散策するお庭というよりも庭内から眺め見るようなお庭だったと思われます。こちらのお部屋が藤の間という名前のお部屋になります。広縁側を含めまして畳部分が約40畳ございます。部屋の特徴なんですが床の間の床柱猿滑りの一本柱になります。普通猿滑り非常に細くまたくにゃくにゃ曲がりくねって生えていくんですがこういった太くまたまっすぐな猿滑りは非常に珍しいということです。部屋の上部ですね欄間がありますが模様がですね菊水の柄ということで延命長寿非常に縁起のいい柄として使われております。こちらのお部屋がですね、重信公が書斎兼寝室として使われていたお部屋になります。部屋の名前を神台の間と言いますが、この部屋に使われている建具、引き戸は全て神台杉で作られております。河川の氾濫や火山活動によって、一度地中に埋没した杉の木を半化石化した状態で、掘り起こすまた偶然に見つけることによって、その材木を材料とする、非常に高価、また丈夫で、黒光が強いということで珍しい材料となっております。またこのお部屋の特徴、ガラスになるんですが明治末期から大正時代に作られました大正ガラスというガラスになります。職人さんによる手拭き円筒法という製法で作られております。このガラスも非常に珍しいということで伺っております。床の間なんですけれども創建当時ガス暖炉室として作られておりました。重信公右足を切断する大怪我を負っておりました。滞在時特に冬場寒い時期なんかはその傷を癒すために大きな暖炉を設けていたのではないかと思われます。こちらの建物が明治外務大臣陸奥宗光公の別邸跡となります。創建が明治27年1894年の創建になります。関東大震災大正12年に一度全壊しておりますが翌年翌々年大正13年14年で建て直されております。特徴は純和風の数寄屋造りとなっております。この別荘の名前を長魚荘と呼びます。右から読みまして右手が長新期の長菊真ん中の字が山水に魚に漁をするで魚長魚荘という荘の名前になります。創建当時この周りですね非常に地引き網が盛んだということで漁師の漁のする声音が聞こえたということでこの名前を付けたと思います。こちらのお庭なんですが春にはさつきつつじが咲き誇りまた右手から中央の灯籠に向かって落差が約5メートルぐらい大きな滝が流れております。こちらのお部屋が主人室となります。部屋の特徴はですね上部にある欄間なんですけれども竹と霧で作られた欄間になります。また海辺に近い別荘ということで窓側の木の部分の縁側なんですけれども海から遊んだ後帰ってきましてここから入ってくるわけですが濡れた足砂のついた足で畳を濡らさず汚さずにしてこの木の部分を伝わっていくと足洗い場お風呂場まで続いていくという作りになっております。
中には非常に古い当時のものと思われるシャワーも残っております。明治27年に創建されましたが、明治30年には結核のために亡くなっております。その3年間の間に献献録という日清戦争また三国干渉の記録書を書かれております。伊藤博文は明治29年に小田原に構えていた僧侶閣を大磯に移し、翌年には本籍を東京から大磯に移しました。屋敷地は海岸寄りの和風の居宅を中心に西側に接客用の洋館を構えているなど、多くの人が来訪する本宅として相応の屋敷構えであったといえます。伊藤の死後、この屋敷は大正10年李王家に譲られました。大正12年の関東大震災を経て、昭和元年に旧材を用いながら建て替えをしているようです。戦後 GHQ による利用やホテルにより改造が重ねられ、現在の形になりました。伊藤が邸宅内に建てた正堂はもともと試験堂が建てられていましたが、後に伊藤を合わせて祭り、吉田茂が自己邸宅内に移設しました。その後吉田らも合祀され、現在の七賢堂となりました。現在は大磯城山公園内に七賢堂として建っています。伊藤が明治天皇から下賜された画家湯川正道の源義家御三年の駅静御前の舞、太田道館の鷹狩り、のみの宿根の相撲の4枚の杉戸絵は伊藤時代の和室戸に建て込まれていたと考えられています。現在は保護のため町の郷土資料館で寄託保管されています。